なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか、は、1934年に、イギリスの小説家、アガサ・クリスティが発表した、長編推理小説である。米版のタイトルは、ブーメランの手がかりという意味のザ・ブーメランクルーだが、ダイイングメッセージを起点として、一進一退を繰り返す、ストーリー展開を表しており、作品中に、ブーメランは登場しない。ウェールズの海岸沿いの村、 マーチボルドの牧師館に住むボビー・ジョーンズが、トーマス医師とゴルフをしている最中、断崖の先端の地面の割れ目に、男が落ちているのを発見する。二人は前下に降りていくが、男はすでに虫の息であった。トーマス医師が応援を求めに村に向い、ボビーが一人になって、数分後に男の意識が突然戻り、なぜ、エバンズに頼まなかったのか、と言い残して死んでしまう。 ボビーが男のポケットに入っていた美しい女性の写真を見た、あと、ロジャー・バッシントン・フレンチと名乗る男が現れ、4時に牧師館に戻らなければならないボビーはこの男に後を任せて帰宅する。翌日、友人に会いにロンドンへ行ったボビーは帰りの汽車の中で幼馴染みで、お城のお嬢様のフランシス・ダーウェントと再会する。フランキーが差し示す新聞記事でボビーは、 死んだ男が持っていた写真は、ケイマン夫人で、死んだ男は、ケイマン夫人の兄のアレックス・プリッチャードであることが、判明したことを知る。翌日、検視審問で、ケイマン夫人を見たボビーは、写真のチャーミングな美人から変わり果てた、中年夫人の姿に失望する。事故死の氷結が下された後、夫と共に訪ねてきたケイマン夫人から何か兄の、 遺言がなかったかと尋ねられたボビーは、その場では特に何もなかったと答えるが、後日なぜ A バンズに頼まなかったのか、と言っていたことを思い出し、夫人に手紙で知らせる。その後、ボビーはブエノスアイレスから年千ポンドの仕事の話が舞い込むが、友人とガレージを開業する準備を進めていたために、ブエノスアイレスには行かなかった。さらにボビーは数日後、ピクニックに行って、 昼食で飲んだビールに、致死量のモルヒネが入っていたため、命を落としそうになる。奇跡的に一命を取り留めたボビーを見舞いに来た、フランキーにボビーは、マーチボルト集報に掲載されていた、死んだ男のポケットに入っていたケーマン夫人の写真が、ボビーが見た写真とは別のものであることを示し、二人は、写真がすり替えられたもので、すり替えたのが、ロジャー・バッシントン・フレンチであり、 ケイマン夫妻も事件に関係していることを知る。さらに二人は、死んだ男は、実は、アレックス・プリッチャードではなく身元不明の X で、ロジャーが X を崖から突き落として殺し、X の身元を知られたくなかったため写真をすり替えたのだと推理する。そして、なぜエヴァンズに頼まなかったのか、は犯人たちにとって何か重要な言葉ではないかと。事件の解明のため二人は、 バッシントンフレンチ家がハンプシャーにあるステーバリー村のメロウェイコートに所在することを突き止め、屋敷の前でフランキーがわざと事故を起こして屋敷に担ぎ込まれるように仕組み、伯爵令状の身分を利用してバッシントンフレンチ家の客として潜入する。フランキーはロジャーから屋敷の当主で兄のヘンリーがモルヒネ中毒になっていること、屋敷の近くに中毒患者を治療する病院があり、 カナダ人のニコルソン博士が経営していると聞く。フランキーが晩さんの席で崖から落ちて死んだ男の話を話題に持って行き、新聞の切り抜きで写真をヘンリーの妻のシルビアに見せると少し前までいたカナダ人の博物学者で探検家のアラン・カーステアーズにそっくりだという。一方、ボビーはフランキーの運転手のホーキンスとして地元のパブで情報収集し、 ニコルソン博士の病院には身内に見捨てられた患者が監禁されていると聞き、試みに夜中に庭に侵入すると、そこで写真の女性に出会う。その場では引き返したボビーだが、後日宿泊している旅館に彼女の訪問を受ける。彼女はニコルソン博士の妻モイラであった。モイラは夫がシルビアと結婚したがっており、そのため自分を殺し、さらにヘンリーも入院させて、 殺そうとしている。そのために、ロジャーにヘンリーを入院させようと口説いているという。ボビーは彼女にアラン・カーステアーズを知っているかと尋ね、彼女は結婚前から知っており、写真をあげたことがあるという。そこで彼女とフランキーを引き合わせ、3人でこれまでの情報を確認し合い、ボビーは崖から落ちて死んだ男、アランを殺したのは、 ロジャーだと説明するが、モイラはたった一度しか会ったことがないロジャーがアランを殺すとは考えられないと答える。フランキーはニコルソン博士犯人説を主張する。そして三人が別れた後、ロジャーに出会ったフランキーは写真のすり替えのことを尋ねる。ロジャーは見知らぬ男の死体のポケットからモイラの写真がはみ出ているのを見て、彼女を巻き込まないために写真を抜き取ったのだという。 また、死体の顔はハンカチで覆われていて見なかったので、アランだとは知らなかったのだと。そして、ニコルソン博士犯人説を主張するフランキーに、ロジャーは、虚偽の証言をしたり死んだ男の言葉を執拗に、知りたがったケーマン夫妻こそが怪しいという。しかし、フランキーの話を聞いて、ヘンリーの入院を思い直した、ロジャーだが、ちょうどその時、シルビアがヘンリーに入院を同意させたと知らせに来る。 二人でシルビアに思いとどまらせようとしたが、説得は失敗する。そして、シルビアが立ち去った直後、突然、屋敷の中から銃声が聞こえる。ヘンリーの書斎に行くと、鍵がかかっており、窓の外から見ると、机にうつ伏せになっていた。ヘンリーの米紙に弾痕が見え、ピストルが手から落ちて、床に転がっていた。自動書、テレビドラマ、なぜ エヴァンズに頼まなかったのか。初秋の草加山蔵の解説三章すり替えられた顔は、なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか。金の小箱の謎が、エッジウェア卿の詩の翻訳。探偵があえて犯人を見逃した、作品、犯人が自殺や逃走中の事故などで死亡した、作品、過去の事件で逮捕するには、証拠が揃わない。 あるいはすでに犯人が死亡している作品を除く。ありがとうございます。